こんにちは。海進整骨院の加藤正樹です。今回は寝ても寝てもなかなか疲れが取れないなって人の対処方法をご紹介したいと思います。で、朝起きたのにもう体がだるくて重たいだとかですね。あとはそれ寝ても寝ても長時間寝てるのにずっと眠たいとか、そういった方って結構多いと思うんですよね。ただそんな状態で仕事をしたりだとか家事をするってすごいしんどいと思うんですよ。ですので今回はそういったものの対処方法っていうのをご紹介したいと思います。で、体にはですね、この乳鼻層っていうものがあります。乳鼻層って大体まあこの辺りぐらい、みぞおちの下ぐらい、まあ、この辺ですね、骨模型でいうとこの辺りにあります。で、ここは何をしてるか、まあ、リンパなんですけども、体の大体8割ぐらいのリンパがこうずっと流れてそこを通過していきます。で、そう通過しているときにこの乳鼻層ってことですごい老廃物が溜まりやすく、滞りやすくなっちゃうんですよね。で、そうなってくると体全体としてもリンパの流れが悪くなってくるので、疲れが取れなかったりだとか、むくみやすくなったりとかしてきます。そうなると寝ても寝ても眠たかったりだとか、なんか朝からだるくて重たい、そういったことが起きてくるので、そういった乳鼻層に溜まった老廃物っていうのをちゃんと排泄する方法、今回はそれをご紹介したいと思います。で、方法としてはまず仰向けに寝てください。で、仰向けに寝て膝を立てます。で、手をですね、この水落ちのちょっと下ぐらい、だいたい乳鼻層のあたりですよね、そこに手を置いてください。で、この時にグッと押さえ込むんじゃなくて、もう軽く乗っけとくだけで大丈夫です。で、この状態で鼻からゆっくり息を吐いてください。で、吐き切ったら鼻からゆっくり息を吸います。この時に手でこのお腹の膨らむのを感じてください。で、この時に無理にこうお腹を膨らまそうとすることはないので、自然と膨らむのを感じてください。で、吸い切ったら鼻からゆっくり息を吐きましょう。この時も手でお腹のへこむのを感じてください。で、この呼吸をですね、してほしいんですけど、まあ、意識することとしては細く長く、あとゆっくりとですね、同じペースで呼吸をするっていうことをしてほしいんですね。で、そうすることによって、まあ、呼吸によって横隔膜が動きます。その結果、その下にある乳鼻層というところに刺激が入ります。あとこの手を置いてることによって、より乳鼻層に刺激が入ってくれるので、乳鼻層に溜まった老廃物っていうのをこう循環し、排泄しやすくなってくれます。そうすることに体の老廃物も排泄しやすくなるので、体が疲れるとか疲れが取れないとか、あとは寝てもずっと眠たいとか、そういったことを解消することができますので、皆さんもう一度試してほしいなと思います。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。